どうもみなさんこんにちは、ウイスキー専門店の岡部店長です。どうも、今日はですね、ちょっとタイトルにもあります通り、暑い時期におすすめの、ハイボールにして美味しいねウイスキーランキングっていうのでね、まあ、5位からやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ今日は5本紹介します。まあランキングにしなくてもいいんだけどね、全然別になんか全部同率1位じゃないっていうようなものを選んできたので、ランキングという体にしてますが、ウイスキーも人の好みによって分かれるものなので、その時に飲みたいものだったりとか、まあ私こういうのが好きなんだよねとか、まあ用途とかねに合わせて、まあちょっと飲んでみてほしいなっていうのを5本をねちょっと選んできました。そんなわけでね、とりあえず5本選んできたので、まあお出ししますか。でもね、あれなんですね、最近は今撮影日も最高気温がね27度とかでめちゃくちゃ暑いんですよね最近。僕もやっぱりハイボールをねとりあえず飲まなきゃやってらんないっていう感じになっちゃってるので、まあなんでまあこの企画やろうかなと思ったんで、まあ、ちょっと夏っぽい感じのハイボールっていうので、まあ、ちょっと夏に飲んで美味しい爽やかなハイボールが作れるウイスキーを、持ってきたんでね、紹介していきましょう。まあ今回の動画はそんなに長くないかなと思うのでね、はい、まあとりあえず、ジャブみたいなもんですが、まあうちのチャンネルの結構常連ですね、グレモオレンジオリジナル、まあこちら一応5位ということで選ばせていただきました。おもちゃんね、ハイランドの、多分もうこれ知らない人いないんじゃないかなと思うんですけど、もうグレモオレンジオリジナル、まあ10年のグレモオレンジですね、まあバーボンダルだけで熟成させてるタイプのグレモオレンジで、まあちょっとね柑橘っぽいような、ちょっとオレンジっぽいような香りがあったりとかするので、まあ、かなり酒質もね、全然重くないので、結構ライトな酒質なので、ハイボールにして、よりスッキリしますし、で、柑橘っぽいね、まあ、そのオレンジっぽいニュアンスがあったりするんで、まあ、うち、まあ、今、休業中なんですけど、お店やってる時は、オレンジの香り付けをしたハイボールとかもやってたりとかします。というのでね、まあ、これはまだ飲まれたことがない方向けですね。多分飲まれたことがない方は、あんまりいないかもしれないですけど、もしね、まだグレモオレンジを飲んだことがないよとか、グレモオレンジのハイボール飲んだことないよって方はね、もうハイボールめちゃくちゃうまいんで、グレモオレンジ。ストレートで飲むよりは僕はハイボールの方をおすすめしてしまうぐらいの、ハイボールでめちゃくちゃ相性のいいウイスキーなんで、ぜひグレモオレンジ飲んでみてください、ハイボール。まあ値段もね、そんなに高くないので、4000円ぐらいかなだと思うんですけど、4000円ぐらいで、ボトルが買えてしまいますし、まあ飲み屋さん、まあ今どこもやってないですけど、飲み屋さんに行っても、大体すごく安い価格帯で飲めるようなウイスキーかなと思います。じゃあ次からね、まあ次からはちょっと変なの出していきます。次が一応まあ4位っていうのでね、やります。それは一応4位ですね。まあこれ一応オフィシャルのボトルではないので、あれなんですけど、まあとりあえず出しますね。まあこれは一応、これノーススターっていうボトラーのやつなんですけど、まあ別にノーススターじゃなくてもいいので、とりあえずまあスペックで言うと、キャンベルタウンブレンデッドモルトの5年熟成のものになります。まあ別に4年でも5年でも6年でもいっちゃいいんですけど、かなり若いキャンベルタウンのブレンデッドモルト、これがめっちゃハイボールと相性いいんですよ。で、まあキャンベルタウンブレンデッドモルトって何なんですかっていう、なると思うんですけど、グレンスコシアっていうキャンベルタウンにまあウイスキーがあるんですけど、まあ蒸留所があって、まあそのグレンスコシアのティースプーンモルトです。で、じゃあティースプーンモルトって何ってなると、 99.99% はグレンスコシアなんですけど、まあその樽の中に、まあ、本当いわゆるティースプーン、スプーン1杯分だけ違うモルトを入れることによって、味全然変わんないんだけど、シングルモルトじゃなくてブレンデッドモルトとして売ることができるんですよ。まあそうすることの利点として、いわゆるそのシングルモルトのグレンスコシアですって、ボトラーは出せないんですよね。オフィシャルのシングルカスクしか基本的にグレンスコシアやってないので、だからプライベートボトリングとかも、グレンスコシアはいつも同じ、ラベルデザインだと思うんですよね。まあ、オフィシャルの出している形のものになってしまうんですけど、ティースプーンモルトをブレンデッドモルトっていう形にすることによ、することで、他のボトラーとかに樽を売れるっていう。要はその、まあ、名前を、グレンスコシアって名前じゃなくなるし、っていうのもあって買えるっていう。だから結構安い価格でこういうの出されるんですよね。グレンフィディックとかね、グレンモーレンジとかも、ボトラーから出ている時は大体ティースプーンモルトだったりとかします。まあそんなわけなんですが、まあ、そんなわけでまあほぼこれはグレンスコシアなんです。限りなく 100% に近いグレンスコシアなんですけど、まあ別に
たまたまこれススターを出してますけど、まあ、最近だとパノラマアートっていうねウイスキーさんが出してるシリーズとかにもキャンベルタウンブレンデッドのあれは何年だったかな、ブレンダーか5年だかっていうのもあったりとかしますし、まあ結構出てるんですよね、キャンベルタウンブレンデッドモルトっていうのは。意外と探せばあります。でしかもめっちゃ安いです。5000円ぐらいで買えるんじゃないですか。5、6000円ぐらいで買えるぐらいの価格帯で全然買えてしまうので、かなりねおすすめではあって、ただこれストレート飲むとそんな美味しくないんですよ。キャンベルタウンブレンデッド、まあいわゆるグレンスコシアのすごくヤングエイジのこういうやつってストレートで飲むとね、なんかこうまあ熟成感がなさすぎるがゆえに全然美味しくないんですけど、ハイボールにするともう見違えるぐらい変わるんですよ。まあ、このボトルで言うと、さっきちょっとグレンボーレンジがオレンジっぽいよっていう話をしたと思うんですけど、よりさらに強いオレンジ感、より柑橘感が際立つっていう、かなりそのオレンジの香りっていうのがもうグレンモーレンジよりもはるかにガーンって強くなってくるんですよ。ストレートだとそんなことないですけどね。ハイボールにするとよりそのオレンジの甘さっていうのが際立って、香りっていうのが際立って、でかつ少しはもうちょっとピートが入ってたりとかして、ちょっとね塩っぽい感じになって、まあ夏ってねやっぱちょっと塩っぽい風味のあるハイボールがねうまいんですよ。そこまあシェリーダル系のねちょっとドシッとしたようなやつとハイボールとかよりもやっぱりこう爽やかね、ちょっと塩っぽい感じ、海っぽい要素があるようなハイボールがやっぱり夏はね相性が良かったりするんで、っていうのもあってね、めっちゃ美味しいんですよ。安くてめっちゃうまいで、まあちょっと珍しいのもあるじゃないですかね。そのじゃあちょっとなんかこう家に友達とか呼んで、これキャンベルタウンブレンデッドなんだけどみたいな話をしたら結構いいのかなとはね思うので、まあ本当にこれ美味しいので、まあノーススターも美味しいんですけど、まあ他のでもいろいろあるにはあるので、もし見つけた時はね、キャンベルタウンブレンデッドモルトのもう5年とか、若いやつを買ってみてください。値段も全然高くないので、はい、じゃあ次はどうしようかな。次がじゃあまあ一応じゃあ3位ってことで、これはね普通のオフィシャルです。ただねあんまり出してこなかったんですけど、トバモリーですね。トバモリーのオフィシャルボトルになってます。まあ10年ですね、トバモリー10年。あんまり売ってないですよね、トバモリーのオフィシャルボトルって。まあ普通にネットとか探したりとか、ウイスキーがすごくいっぱい置いてある酒屋さんとか行ったら大体あったりするんですけど、まあスーパーとかね、ちっちゃい酒屋さんとかにはあんまり売ってないかもしれないんですけど、まあマルトっていう、まあアイランズ系のウイスキーなんですけど、マルトっていう島があって、そこで作られてるウイスキーになってます。マルトのウイスキーはトバモリー蒸留所って言うんですけど、トバモリー蒸留所2種類のタイプのウイスキー作ってて、まあトバモリー、これライトピーテッドなんですよね。なんかちょっと爽やか系な、まあなんでこうなんだろうな、まあライトピーテッドなんでこうちょっとスモーキーみたいな、ちょっと塩っぽさがある感じで、でもちょっとこうフルーティーな要素もあったりとか、かなり爽やかな、ウイスキーなんですけど、もう一個ヘビーピーテッドのタイプでレダイグっていうのもあるんですよね、トバモリーから出してる。それはねハイボール向けではあんまりないんですよ。結構ねドシッとしちゃってて、その酒質がなんで割とハイボールというよりはまあなんか薄めるんだったらロックとかの方がいいのかなと思うんですけど、まあレダイグはそのハイボールにあんまり合う酒質ではないんですけど、このトバモリーはオフィシャルでもそうですし、普通にボトラーとかから出てるなんか全然加水タイプの安い10年もののやつとかもいっぱい出てたりとかするんで、全然値段も高くないので、その辺とかをハイボールにして試してみてほしいんですよね。まあこの辺とかは全然ストレートで飲んでも美味しいっちゃ美味しいんですけど、こっちもねやっぱハイボールの方がうまいんですよね。結構お客さんとかでなんか、まあ、いつも僕はアドベックとか出しちゃうんですけど、ハイボール頼まれると、アドベック以外でハイボールを作ってくださいっていう注文を受けた時は、結構僕はこのトバモリーをねおすすめすることが多くて、こうスモーキーなアイラ系のウイスキーが苦手な方でも全然いけちゃうぐらいの結構軽いライトピーテッドなので、全然いけちゃうかなと思いますし、まあさっきもちょっと話しましたけど、夏はちょっとピートある方がうまいんですよ。ちょっと塩っぽい感じの方がうまいくて、トバモリーはね全体的にそのなんかすげえ秀でてるってわけではないんですけど、バランスが良くて、なんで飲み飽きないようなハイボールになるかなと思います。なんでバランスタイプですね。だから買って損しないと思います、トバモリーは。まあおしゃれなんで普通に探しやすいとも思いますしね。まあ、一応今3本出してるのはピート系が苦手な人でも飲めちゃうぐらいのタイプのものになってます。次からはねちょっとピートが強くなってくるんですけど、じゃあ第2位の方いきましょうか。じゃあ第2位がですねこちらですね。まあこれもちょっとさっきと同じような感じで、ボトラーは別に何でもいいんですけど、まあ、スペックが大事で、ブナハーブンの5年
です。ブナハーブンの、まあ、正確に言うとですね、ブナハーブンのヘビーピーテッド5年、これがねうまいんですよ、ハイボールにして。これはヒデンスピリッツってイタリアのボトラーのものなんですけど、別にこのボトラー以外からもいっぱい出てて、それこそうちにもダンカン・テイラーとか、そうですね、ダンカン・テイラーの普通のやつとか、オクタブからも出てるかな、オクタブからもあったりとかしますし、まあ、いろんなボトラーから結構ブナハーブンのヤングエイジなピーテッドバージョンって出てるんですよ。だいたい5年ぐらいのヘビーピーテッドブナハーブンの、まあ、ボトラーリースっていうのはすごくいっぱいあったりするんですけど、まあ、ブナハーブンって、まあ、アイラモルトなんですけど、普通のやつとかちょっと年数が長いやつってやっぱちょっと酒質が重いんですよね。ちょっとドシッとしてたり結構オイリーな要素があったりとかするんで、普通のブナハーブンとかあんまりハイボール向けじゃなかったりするんですけど、逆にすごいヤングエイジな5年とかのブナハーブンっていうのはもう超相性いいんですよ。ハイボールとまあその熟成感がない分、かなりそのまだ酒質してもそこまで重くなくて、なんだろう、その割とライトなんですよね。なんで結構炭酸との相性も良かったりしますし、で5年のピーテッドで、しかもまあ、今まで紹介した中でも、まあこれはこういうのボトラー、まあこれは加水タイプで、まあ、50% とかしかないんですけど、度数は。でも他のボトラーとかから探したら全然 60% 近いような、もうカスクストレングスのものとかもあったりしますし、だからよりヘビーピートなハイボールが飲みたいなっていう方はね、かなりおすすめなんですよ。しかも値段も安いです。まあ、6000円とかあったら全然買えるんじゃないかなっていうぐらいの価格帯だったと思います。なんですけど、かなりね、ブナハーブンのヤングエイジの5年のハイボールってめちゃくちゃおすすめなんで、まあ、ぜひ飲んでみてください。めっちゃピートが強いのが好きな人向けです。なんで結構ガッツリピートが来る。本当に夏、海、ブナハーブンっていう感じのね、変なキャッチコピーになっちゃいましたけど。まあ、そんな感じの、まあ、この夏っぽい感じのヘビーピートさとかを楽しむ。で、すごくいいのかなと思います。もうこれもなんかそういうのもストレートで飲むっていうよりは結構もうパンチが結構強かったりするんで、ハイボールにした方が飲みやすいし、バランスも良くなるし、うまいかなと思います。なんだけで、まあブナハーブンのヘビーピーテッドの5年っていうのは結構いろんなボトラーから出てるので、まあ、もし気になった方はネットだったりとか酒屋さんとかに行って探してみてください。じゃあ次が第1位ですね。第1位はですね、はい。まあ、このアドベックですね。はい。これですね。アドベック10です。はい。もうこれはね、様式美みたいなもんなんですよ。メタルっぽい感じで言うと、様式美なんですよね。僕のチャンネルで、なんかこう、ウイスキーを紹介しますっていう、なんかこう、何選とかランキングってした時に、絶対に僕は最後にアドベックを入れるっていうのが、様式美なんで、まあ、うちのチャンネルを普段から見てる人からすると、もうこの動画ここで止めてるのかもしれないですけど、初めてこの動画をうちのチャンネルを見るよっていう方は、ね、聞いていてほしいんですけど、まあ僕がすごい好きなウイスキーなんですよね、アドベックっていうのは。そんだけなんですけど、好きだからまあこれを押したいっていう。特にね、この辺とかって理由がちゃんとあったじゃないですか。おすすめする理由みたいなのがね、特にないのよ。好きなだけなんですよね。いや美味しいんですけどね、まあちょっとなんか、じゃあアドベック10のすごく僕はいいなって思ってるところというか、他より優れているポイントで、まあ、アドベックってアイラモルトの中でもかなりピートが強いタイプなので、まあ本当ね、こうガチガチのピートタイプっていうのが好きな方、ガチガチのヘビーピーテッドなウイスキーが好きな方っていうのはね、たまらないウイスキーだったりとかするんですけど、オフィシャルのボトルってぶっちゃけ年々ちょっとクオリティが下がっているっていうのが全体的にあるんですよ。例えばグレンリベットとか、グレンリベットの今のオフィシャル1個前のやつの方が美味しいし、2個前のやつの方がもっと美味しいし、3個前のやつがもっと美味しいんですよ。まあまあ、グレンフィディックだってそうだし、割とウイスキー業界全体で、言われているというか、しょうがないのか何なのか、まあ、いろいろあるんですけど、いろんな問題が。まあ、どうしてもあるんですよ。なんか、まあ、たまにね、アランだったりとか、そういう、最近、なんかもっと美味しくなったじゃんみたいなのもあったりするんですけど、まあアランで言うと、まあアランは別に歴史が浅いんであれちゃうんですけど、まあ意外とこの、ウイスキーのオフィシャルボトルのウイスキーって、全体的に見て、ちょっとずつクオリティが下がってはきているんですよ。でもその中で、アードベックって、クオリティが下がってないんですよね。なんか60年代の原酒、70年代の原酒、まあ80年代はね、あんまないんですけど、まあ81年から、
89年までは閉鎖してたりとかしてたんで、アドベックはないんですけど、90年代、2000年代頭とかで、味は全部違うんですよ。もちろんそのヴィンテージによって全然味は違ってくるんですけど、まあ、オフィシャルの例えばこの前のビッグテンとかもあったりするんですけど、まあ味は違うんですけど、味がちょっと違うだけでクオリティは下がってないんですよ。例えばクオリティが下がるっていうのは、同じ味の傾向だけど味めっちゃ薄くなってないとかっていうのはよくあるんですよね、最近のウイスキーのオフィシャルの業界だと。ちょっと味がどんどんなんかこう薄くなってってるみたいなのが、なんでかわかんないですけどね、あったりするんですけど、アートベックに関してもね、なんかちょくちょく味は違うんですけど、全部のボトルにおいてクオリティっていう面で言うとすごく高いですよね。だからその僕がひたすらアートベック10を飲み続けてるのとかもめちゃめちゃクオリティ高いからなんですよね。っていうのがまあアートベックの一個の推しポイントかなと思います。まあ、そんなことねえよっていうね意見ももしかしたらあるかもしれないですけど、まあ全体的に見るとそんな感じですね。まあ昔のアドベックの方が好きだったよみたいな人もいると思うんですけど、それはその味が好きなだけでクオリティは下がってないと思うんですよね。そんななんかのアドベック愛のね話ですけど、まあアドベックのハイボールめちゃくちゃうまいので、アドベックもね結構アイラモルトのヘビーピーテッド、まあ、特にまあキルダルトン三兄弟って言って、アドベック、ラガブーリン、ラフロイグっていうこの3つの蒸留所が、まあ、キルダルトン三兄弟って言って、まあアイラ島の南岸にある、まあ、一番ヘビーピーテッドなタイプの蒸留所の、まあ、三本柱みたいな感じ言われるんですけど、その中で一番ピートは強いし、一番酒質も軽いんですよ。酒質が軽ければ軽いほどハイボールとの相性が良かったりするんで、美味しいですよ。まあ、結構レモンっぽいようなね、柑橘の風味もあったりとかしますし、ピートも強いので、まあ常に飲み続けられるアイラモルトかなと僕は思ってます。ラガブーリンとかね、ずっと飲み続けるの重かったりしますしね。まあ、そんなわけで、夏の暑い時期におすすめのハイボールで美味しいウイスキーランキングでした。まあ、この動画ですね、面白かったりとか参考になったよって方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ただね、まあちょっと変なのはこの3本撮ったかなと思うんですけど、まあ、この3本がじゃあ紹介したくて撮ったところはあります。まあ、もし気になった方は買ってみてください。そんなわけでね、本日の動画は以上になります。あとですね、僕は SNS、インスタグラムとツイッターですね、やってますので、ぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。概要欄にね、詳細がありますので。だけどね、ハイボールでうまいウイスキーランキングでした。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。